ができるのもこれが最後だと思うと本当に名残惜しいです。この経験をもっとたくさんの人にしてほしいと思います。ぜひ来年もこのような形で高校生が作り上げる宵祭りステージが実現することを願っています。そして坂田